ホワキン・サンチェス・ロドリゲスは、スペイン・アンダルシア州出身のサッカー選手。リーガ・エスパニョーラ、レアル・ベティス所属。ポジションは、ミッドフィールダー、ホワード、元スペイン代表。カディス県のエル・プエルト・デ・サンタ、マリア出身。レアル・ベティスの下部組織で5年間プレーし、1999から2000シーズンには、西軍ダ・ディビシオンのレアル・ベティス B で、レギュラーポジションを獲得した。 ベティス B が西軍ダディビシオン B に降格したために2000から01シーズンはトップチームに登録され2000年8月26日にトップチームデビューした2000から01シーズンはトップチームでの初年度ながら38試合に出場して3得点を挙げるインパクトを見せ1シーズンでのプリメーラディビシオン復帰に貢献した 2001から02シーズンからの5シーズンで公式戦200試合以上に出場し50以上のアシストを記録した。2004から05シーズンはすべてのリーグ戦に出場し、リーグ戦では5得点、コパデルレイでは3得点した。2005年6月11日に行われた CA オサスナとのコパデルレイ決勝の舞台は後にプレーすることになるエスタディオ・ビセンテ・カルデロンであり。 2から1で勝利した。2005から06シーズンは UEFA チャンピオンズリーグに出場し、グループリーグ6試合すべてに出場したが、リバプール FC とチェルシー FC のイングランド勢に次ぐグループ3位で敗退に終わり、UEFA カップに回ることになった。UEFA カップでは決勝トーナメント2回戦で FC ステアウアブカレストに敗れ、ベスト16に終わった。 2006年8月初頭、バレンシア CEF が遺跡金1500万ユーロを支払って、マリオレゲイロを譲渡することで遺跡が決定するかと思われたが、レゲイロがバレンシア CEF 残留を希望したことに加えて、金銭面で問題が発生したため、バレンシア CEF はレゲイロを譲渡せずに、ホアキンのために遺跡金2500万ユーロを支払うことで決着した。この遺跡金は、 バレンシア CF 史上最高額であった。クラブとは5年契約を結び、1年間の延長オプションが付けられた。2006から07シーズンは35試合に出場し、5ゴールを決めた。ロナルド・クーマン監督が指揮を取った2007から08シーズンにはフォワードとして起用されることもあったが、慣れないポジションで本来の力を発揮できず、クーマン監督に 30ユーロ分の価値しかないと批判された。2009から10シーズンは、パブロイルナンデスが急速に台頭してきたため、リーグ戦ではレギュラーを外れる厳しいシーズンを強いられた。2010年夏、ダビド・ビジャが FC バルセロナに移籍したことに伴って、背番号7を譲り受けた。2011年6月25日、大型補強を行っているマラガ c F に移籍した。 移籍金は400万ユーロ。2012から13シーズンは主力が流出する中残留し、新たにセカンドトップの位置で活躍するなど、新境地を示した。2013年6月12日、アッコフ・フィオレンティーナに移籍することが合意した。2015年8月31日、レアルベティスに復帰した。2018から19シーズン、37歳のフォアキンは、 第3節のセビージャとのダービーマッチで後半75分、途中からシーズン初出場、わずか5分後に決勝点となるゴールを決めた。2019年12月8日のビルバオ戦で、キャリア初のハットトリックを達成、38歳140日でのハットトリックは、ディステファノが1964年に記録した37歳での記録を抜き、リーが最年長ハットトリック記録となり、 ヨーロッパ古代リーグでも最年長記録となった。12月26日、クラブとの契約を2021年まで延長した。2002年2月13日にバルセロナで行われたポルトガルとの親善試合でスペイン代表デビューした。クラブでの華々しい活躍もあり、2002FIFA ワールドカップに出場するスペイン代表メンバーに選ばれた。 グループリーグ1試合と準々決勝の韓国戦に出場したが、その韓国戦では2度の誤審に泣いた。延長戦でフェルナンド・モリエンテスに挙げたクロスボールが決勝点をアシストしたかと思われたが、クロスを上げる前にゴールラインを割っていると判定され、審判に抗議したが、ノーゴールの判定は覆らなかった。決まっていれば、ゴールデンゴールだったモリエンテスのゴールが認められなかったため、 勝負は PK 戦に持ち込まれ、フォアキンはスペインの4番目のキッカーとして登場したが、リウンザイにセーブされて準決勝進出はならなかった。なお、後に FIFA フフはフォアキンのクロスへの判定が誤信であったことを認めている。UEFA ユーロ2004でも2試合に出場した。2006FIFA ワールドカップでは3試合に出場したが、レギュラーではなかった。 フィファワールドカップ後にチームはルイス・アラゴネス監督の下で混乱していると発言したためにしばらく代表を離れたが2007年6月に約1年ぶりに代表に復帰しリヒテンシュタイン戦で初めてキャプテンマークを巻いた8人兄弟姉妹の3番目の子供として生まれ大家族で育った兄のルーカス・サンチェスはカディス CF などでプレーするプロサッカー選手であり リカルド・サンチェスはベティスの株組織でプレーしたサッカー選手だった。2005年7月8日に挙式し、結婚式にはベティスのチームメイトが招待されたほか、勝ち取ったばかりのコパデルレイのトロフィーも披露された。2006年9月22日に初娘が生まれた。ありがとうございます。